皆さんどうも、高島です。今回はですね、富山県西部に位置します、人口4万7千人ほどの、富波市の市街地を散策した時の様子、動画にアップして参ります。映像の方はこの町の中心駅、JR 上花線の、富波駅に到着したところになります。こちらの路線、富山県第二の都市であります、高岡市。 と繋がっておりまして、高岡市から南側に移動して、この波駅にやってきたところにあります。駅の改札ですが、自動改札機の設置はありませんでした。まあ、必要最低限の機能設備を備えた、橋上駅舎となっています。で映像の方は、北口駅前に出てきたところですね。まあ、この波駅、北口側、南口側、 両方に街が広がっておりまして、まあ街のど真ん中にね、駅の建物あるといった風になっておりますけれども、まあ、映像前半で北口駅前、後半で南口駅前という風な順番で見ていきたいと思います。で、北口駅前ですが、アパホテルの宿泊施設があったり、まあちょっとした飲み屋街みたいなものありまして、駅前の通り進んでいきますと、 まあ、歩道の上に屋根が設置してありまして、まあ、商店街らしい雰囲気の道が出てきましたよね。あとちょっとビルというかね、ホテルの高めの建物なんかが並んでいまして、まあ、中心市街地らしい景観というのが見えておりますね。4万人都市らしい穏やかな中心市街地となっております。そうした2、3階建てのね、ビルが並ぶ景観。 まあこの辺住所的に表町ですとか本町と言われているところだそうですが北に進んでいきたいと思いますまあこの辺りは昔ながらのね中心部という景観ですがちょっと市街地を北の方に進んでいきますと現代的な商業施設が立ち並んでいるところありますので目指しているところになりますね ご覧のようにサンキューと書いてありますが大きめのスーパーマーケットの建物なんかが見えてきたりしまして、まあ、さらにその先には薬の青木ですとか DCM のホームセンターも並ぶという街並みになっております、まあ、その向かい側もね3階建てぐらいのまあ低層のビルなどが並んでおりまして小都市といった雰囲気ですよねでこのファミリーマートのある交差点を左折西に曲がりまして まあこれからですね、大手チェーン店大型商業施設が立ち並ぶ大きな幹線道路を目指して、えー、進んでいきたいと思います。途中酒の山やなんかが見えましたけれども、はいこちらえドラッグストアですとか買取店ですかね、映っている先にまあ、今西松屋なんか見えておりますけれども、この都波市 の中心市街地をぐるっと取り囲うように伸びている、ちょっと名前わからなかったんですが、幹線道路ありまして、まあそれをね、まあ北というか東に進んでいるところです。はま寿司ですとか焼肉キング、洋服の青山などの大手のご飯屋さん、紳士服店が並んでいますよね。結構開放的な街並みをしていまして、建物の密度が低めですね。で、ケーズ電気、コメリ、パワーという風うに映っております。 で、このコメリのところからちょっと奥の方に入っていきますとあ、この辺でも特に大きな商業施設であります。イオンモール、波の複合商業施設があるんですね。まあその手前側にココスも見られたりしましたけれども、まあこの中、サイゼリア、ダイソー、ソフトバンク、モーリーファンタジー、ミスド、ロッテリア、イオンシネマなどのね、大手のご飯屋さんだったり、映画館が入った。 立派な商業施設があるというふうになっていて車もたくさん止まっていますよねでこの撮影時は伊ル森波から JR 波駅中心市街地の方に、まあ、そのまま戻っていくようなルートをたどりましたさっきの幹線道路をねそのまま行きますと まあ、市街地のより東の方ですが、島村のファッションセンターだったりがね、あったりするようですけれども、まあ、映像の方は駅に戻っているところで、まあ、特に、え、総合病院のね、私立の建物があるんですが、そちらが街の中でも大きく目立っていましたね。で、こんな風に昔ながらの、まあ、商店街みたいな中心部の景観をたどっていきまして、まあ、この辺りが、え、上花線の線路沿いで、 まあ割と駅に近いところなんですけれども高めのマンションがあったり線路をねくぐっていく時にちょうど列車が走っていく様子を見ることができましてまあ車両の数少ないんですけれどもまあローカルな路線ということでねまあそれでも結構ねたくさんの方が乗っていらっしゃってまあ座れない方もね多くいたような気がしましたねでその方はね南口側の市街地といいますか街の東側に移動してきたところになります 国道の156号線の幹線道路がありまして、マクドナルドですとか、倉寿司が道沿い見えましたが、えその北側にですね、まあ、道の駅の建物ありまして、まあ、結構小規模な感じだったようですけれども、で、その横に文化会館の建物があったり、で、こちらがですね、都並市の中でも特に主要なスポット、都並チューリップ公園となっております。都並市チューリップで有名なんですけれども、 チューリップはね、春頃に咲く花なんですが、これ撮影時期が2023年12月の冬の時期ということで、残念ながらね、ほぼただ広々とした公園を見ただけという感じになってしまったんですが、気を取り直して国道に戻ってきて、まあ、こんな風に美しい図書館の建物なんかありまして、商業施設群なんかをね、街の東側見ていきたいと思います。 この辺もおかず屋さんだったり、おしゃれなカフェの建物ありますけれども、あと自動車販売店だったり、奥に家電量販店見えておりますが、一旦ですね、この国道156号線を東に離れて、県道17号線を伝って、まあ、国道のもうちょっと東にあります、今映っている商業エリアあるのでね、そちらをご紹介したいと思います。早速、上進の 電気屋さんなんか見えてきましたが、まあ、今映った交差点の周り、えー、シャトレーゼですとかシュープラザ青木なんかありましてあとメガネ屋だったり焼き鳥店見られますが、まあ、この通りをね南に進んでいるところになります、まあ、中古の書店ですとかセカンドストリート 杉屋局というふうにね大手チェーン店などが単独でね建物が並ぶ、まあ、開放的な景観というのが、まあ、こちらにも広がっているふうになりましてユニクロもあったりね結構並んでいるお店が業務スーパーですとか立派な雰囲気がしますよねさらにイエローハット反対側に見えていますがこの映像右側にまたまたですね大型商業施設が見えております 向かいにゲオの建物あったりしますが、こちらの建物がね、メガドン・キホーテ・ユニ・トナミ店となっております。まあ、シンプルな外観しておりますけれども、結構規模が大きいのをお分かりいただけるかと思います。まあ、100万ボルトですとか、セリアの看板も見られましたね。さらに行きまして、えー、吉野家ですとか、まあ、今映っている交差点の奥の方にガスト、 ですとかホテルの大きな建物を見られたりするんですがこれ奥をズームした感じですねで映像の方はまたこれ国道156号とクロスをしているところがありましたのでその交差点の方から北に進んで都波駅側に戻っていくようなルートをたどっております まあ、ココイチだったりの飲食店、ニトリ、オートバックスなどのね、大型大手チェーン店が並んでいて、まあ、さっきガストを見えておりましたが、そのすぐ近くが北陸自動車道の都並インターだったようで、ですからね、この辺り商業施設充実しているのかなという感じもしますがえ、丸亀製麺ですとか、あと通りのちょっと奥に、えー、銭湯かなんかのね、建物があったように見えました。 で、その先、これ、だいぶ駅に近づいたところ、なんとね、かなり大きめの商業施設が見えております。カメラの北村ですとか、モスバーが映りましたが、その向かい側に、まあ、ご覧のように、まあ、さっきも見えましたがえ、山田電機の建物があって、その奥にですね、ご覧のように、E タウントナミという大型施設ありまして、餃子の王将、米田コーヒー、薬の青木、無印良品、 アルビスのスーパーマーケットといった風な大手商業施設が大きな駐車場の周りに並んでいるという施設になっていてどうやらその無印良品は県内で最大級の、ね、規模だったようですねペ送の方はまたえ国道北に進んで駅に戻るように歩いております国道沿い活屋さんやメガネ店あとスシローなんかがありましたね でこれが、まあ、駅のね南口方面に向かっているところですね、はい、この辺りが駅前となっております、まあ、マンションがいくつか大きめのものを目立っておりまして駅前ロータリーの周りに飲食店などが並んでいるところがありましたこれでこの時砺波市初散策となりましたが映像以上にしたいと思います 昔ながらの駅前中心部を大手チェーン店が並ぶ幹線道路が取り囲うような街の構造となっている気がしましたねまあ、今度はできたらチューリップが綺麗な時期に来れたらなというふうに思いました、まあ、街の構造とか雰囲気がねなんか北関東栃木県っぽい感じがするなと思いつつ歩いておりましたご視聴ありがとうございました